最後ですよ、はい、本当長いことありがとうございます。おれおれはい、ありがとうございます。ジャムスティックのモテ工作でございます。よろしくお願いします。最後だよ。さあ、私のテーマはですね、最初もちょっと斉藤さんの話に出たけど、西日本豪雨ですよ。まあ、これ聞いて帰ってきちゃった。これ結構やっぱり、まあ、もう忘れてる人いないと思うんだ、ここに来る人は。で、まあ、僕がね、この西日本豪雨の、まあ、1年、ちょうど1年前ですけど、論文を書いて、来月出版される話を今日これから5分でちょっとストリームで話すから、ちょっとついてきてくださいって話ですね。で、僕がね、今日言いたいのは、まあ、ここだけ日にちだけ覚えておいてほしいんですけど、あの時梅雨前線が停滞し始めた日にちね、それが7月5日です。で、そこから3日間停滞して7月7日まで全く同じ位置にいたんです。だから大変でしたねって話だった。で、3日間も停滞するって、まあ、停滞前線なんだけど3日間はねえんですよ、普通なんだけど。で、みんな停滞にこうずっとね、報道も言ってたでしょ。だけど俺が言いたいのは、その停滞は凄まじい大ジャンプから始まった。これが俺が言いたいこと。ここだけ覚えたらもう全然いいです、他のことは忘れないぐらい。でね、停滞が大ジャンプから始まって、だいぶ違和感ある話でしょ。ね、もう話が逆だからね。どういうことかっていうと、まずね、西日本は北緯35度ぐらいですよ。で、ここでこれ雨が赤いとこね、めちゃくちゃ降ったよって話なんだけど、これが7月5日ね。で、3日まで実は北海道にいたわけよ。7月3日だから、わずか2日前ですね。だからその1センチの差があるわけです。北海道って北緯45度ね。で、その1000キロの大ジャンプがあって、いきなり西日本豪雨が来たわけです。で、そのじゃあ4日に何があったかというと、まあ、大事件が起こってるわけですけど、まあ知ってますよね、ここにいらっしゃる皆さんから。台風7号が日本海をこうダーッと横断してたわけです。これが4日ね。この大事件が起こって、その後に梅雨前線が北海道から西日本に行けバンと飛ぶと。これがその停滞が大ジャンプから始まったって話なんですけど、じゃあなんで飛ぶの。台風、まあ、通過したことは分かったよ。で、その時間的環境分かったよ。なんで飛ぶの、台風何したの。もう台風がやったことは破壊ですよね。まず破壊する、そして想像するわけです。これ何なんだこのプレゼンっていうね。じゃあちょっとね、この話を西日本と日本海と北海道、この赤い線にとってちょっと簡単に考えてみますね。で、まあ、横西日本、日本海、北海道って考えてください。で、縦方向に気圧がどんぐらい高いかだと思って、で、オレンジ色の線がこう太平洋高気圧の高いところから低いところに行くよね。で、暖気がこう押し出してくるわけだ。で、寒気は寒気で、オホーツク海高気圧のやつね。で、せめぎ合ってる場所が梅雨前線です。で、バチバチやってる、その場所が北海道でしたって話ですよね。で、もう関東は梅雨明けとか言っちゃったからね、もうこのまま暖気押し切って、はい、寒気惨敗、はい、梅雨明けという情勢なんです。で、これが、でもね、一応寒気は1週間前からこの情勢の前、一応粘ってたんです、この北海道ずっと。もうあと一歩だ、お前負けんだろ、出ろ、あと一歩打っちゃったら終わりなんです。ところがですね、大事件が起こるっていうのが7月4日なんだよね。これ7月3日ね。何が起こるかっていうと、台風が暖気のど真ん中で大氾濫を起こすわけです。これ暖気って唯一の弱点は不安定なんです。結束が弱いんですよ、わかる。寒気はね、結束乱さないんだけど、暖気はたまにこういうことやる。そうするとどうなりますか。これ坂道の傾斜に従って風が流れるんです。で、低い水が低気に流れるんです。そうすると暖気全部日本海に集まっちゃう。せっかく前線のところで暖気頑張ってたのにね、味方が全員後に引いちゃうわけだ。そうするとどうなります。勝てるもんも勝てなくなっちゃうね。
そしたら梅雨前線が破壊されて、でその寒気そのまま一気に一番低いところまで行きますよ。それが日本海まで行っちゃうって話した。そうすると想像されるっていうのは、この梅雨前線がいきなり日本海にバンと来るわけです。これが大ジャンプです。つまりだから寒気が大ジャンプしたから梅雨前線が大ジャンプしてるんですね。ってことが僕がこの来月出る論文で言いたいことなんですね。でこのまあだから論文が言いたいことはこれなんだけど、これみんな見ててよく分かったと思うんですけど、俺の論文英語で小難しいこといろいろ確か書いてあるんですよ。でもよく考えたらそれね、天気図を追うだけの話だったんです。ということですよ。だからその気になって見てたら誰にもできた話なんです。でそういうことってめちゃくちゃいっぱいあって、だから最後に一つだけ言いたいのは、もうだから本当ここにいるテンコロスハンドレットの皆さんはね、もうそれぞれ気になることあるんですけど、もう資格とか肩書きとか一切関係ないんで、もうこう気になることを、まあ、だからそこに公開され手に取れるものを使って追っかけたら新しいこと分かるんですね。でまあ世界初じゃなくても全然いいんですよ。でそれはバンバン研究して、でまあそれぞれしてるんだと思うんですけど、あのね広めるところが大事だと思うんですよね。してんだ実際。でも自分の研究なんてって思ってるから、なかなか出てこないものが結構今日話していっぱいあるんだなって分かるでしょ。それをこれからはもうバンバン出していく。このテンコロズハンドリフトを中心にね、もうこれもあれも私はこれ、まあだからね、本当ね5人ぐらいしか興味ない話もあるかもしれないし、いやなんか出してみたら意外にバズったみたいな話もあるかもしれないじゃないですか。それをバンバン出していく最初の日に今日したいなというのが今日俺言いたいことなんですよ。ありがとうございました。いい話だったぞ。